てしまいました。チャンネル登録者数が200人をいた超えました。おめでとうございます。これは皆様に一重に皆様の本当におかげでございます。ありがとうございます。引き続きですね、この、チャンネルというか YouTube か YouTube 一生懸命頑張っていきます。よろしくお願いします。いやー、月曜日の朝から飲むって最高だね。いやー最高。もう今日仕事しなくていいでしょね。あ、まずいの、裁判があるの、今日裁判があるのね。はい、わかりました、すいません。大変失礼いたしました。取り乱してしまいました。改めまして北川でございます。よろしくお願いいたします。では早速、参りたいと思います。2019年7月22日テレビ番組表ニュースランキングはこちらです。ババス、もうこの3つですよね。今回第1位ですね、宮迫さん、田村亮さんの謝罪会見を受けて、今日吉本興業の社長が会見を行うということです。昨日ですね、宮迫さんと田村亮さんの謝罪会見に関する動画を上げさせていただきましたので、そちらもまずご覧になっていただければなと思います。今回の吉本興業社長の謝罪会見、ダウンタウンの松本さんがね、いろいろ動いてくださったおかげでこうやって動いてますし、まずこうやってテレビ局が吉本興業の社長の謝罪会見を報じるっていうのが結構これ画期的なのかなと思ってますので、私個人的には注目してます。で、これ収録してるのまだ朝の4時半なので、吉本社長の会見やってないので、今回は宮迫さん、田村亮さんの記者会見の、話が前提だとした場合に、吉本芸人さんに対する圧力がパワハラと言えるかどうかについて解説していきたいなと思っています。パワハラって言葉ではよく聞くけど、具体的にどういう状況かっていうのをまず説明しますね。パワハラっていうのは、会社などで上の立場の人が下の立場の人に対して仕事などの適切な範囲を超えて心や体にダメージを与えたり、会社などの雰囲気を悪くさせる行為のことを言うと思ってください。で、どこまでがパワハラなのかっていうのがいまいちわかんないと思うんですよね。裁判例とかでもですね、ケースバイケースで判断されてるので、明確な基準ってなかなか決まってないんですよ。加害者と被害者の関係性ですとか、行為発言の具体的な内容、その回数や場所などのいろいろな要素から、それはもう普通に考えて部下に対する注意、指導、アドバイスを超えてるよね、いくらなんでもやりすぎだよねって評価されるのがパワハラになるんですね。非常にアバウトなんですけども。で、今回宮迫さんたちの謝罪会見の内容がもし真実であることが前提の場合、上の立場の人が他の人たちを部屋から出して密室で首にできるんだぞって言ったら、もうそれはね、上司による注意を超えたパワーハラスメント行為だと私は思っています。あとはそういった出来事が具体的に何回あったのかによって慰謝料の金額が変わってきたりとか、パワーハラスメントの程度が変わってくるってことなんですよね。そうすると実際に加害者である吉本興業の社長さんに対する慰謝料請求もできますし、あとは吉本興業という会社自体にも職場の雰囲気をちゃんと調整する義務っていうのがあるんですね。それができていなかった吉本興業という会社に対しても損害賠償請求できる可能性があるっていうことですね。今回の事件に関してはお金の話じゃないと思いますけども、あくまでパワーハラスメントの場合はそういった慰謝料請求とかができるよっていうお話をさせていただきました。さあ、本日のおさらいでございます。パワハラっていうのは、会社などで上の立場の人が下の立場の人に対して仕事の適切な範囲を超えて心や体にダメージを与えたり、会社の雰囲気を悪くさせる行為だと思ってください。そしてパワハラっていうのは具体的な裁判の基準がありません。加害者と被害者の関係性、行為や発言の具体的な内容、回数や場所などいろんな要素を考えて、それは普通に考えていくらなんでもやりすぎだよねって評価されるのがパワハラになります。そして具体的にパワハラ行為をした上司に対してだけ損害賠償できるってわけじゃないんですよね。会社自体にも職場環境調整義務っていうのがありますので、会社に対しても損害賠償を請求できる余地があるよというお話でした。本日の解説は以上となっております。パワハラってそういうことなんですね、勉強になりましたって方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もしかしたらオファー半々なんですけども、またちょっとこの件でテレビで解説させていただくかもしれないです。それでは今日も一日元気に頑張っていきましょう。また明日もご覧になっていただければ、めちゃくちゃ法律知識レベル上がると思います。